はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はこの WEEU さんのね、子供向けの MP3 プレイヤー、ね、こちらの方をね、実際に起動してみようと思います。このロック、こっち側がねロックだから、このロック解除してね、でここがね、電源になっております。はい、電源スイッチをね、ここをね、オンにしたいと思います。ちょっとこれね、今フォーカスが合わないからね、よいしょと、はい、手動でね、ちょっと見えにくいかなこれね。はい、それじゃあね、実際にオンにしてみましょう。せーの、ちょっとごめんね、これやっぱ手動の方がいいねロジクールはダメだね。はい、それじゃあね、これをねオンにしましょう。ピョッ。はい、そうするとね、このように画面が起動します。はい、そしたらね、ちょっと待ってね、手動でピント合わせでね、はい、ね、オートフォーカスが使えないからね、ロジクールはね。はい、そしたらね、まずこれランゲージをこれジャパニーズにする必要があります。これね、この操作ボタンなんだけれども、まずねこちらをご覧ください。ボタン操作のね、この部分、ここね、これが左、これが右、で、これが決定ボタンかなんかな、この再生ストップ、これが上下になってます。もう一回よく見てね、ほら、ね、ほら、右側のボタンが上下、で、左側の大きいね、手のひらのところがね、右と左になってます、上がね。で、下はね、再生とかね、確定ボタン、だ決定ボタンなんだね。で、上は左がメニューで、右側がメニューに戻るボタンなんだね。うん、はい、まあ、そこのところをね、一つ頭に置いた上で、これが上下だね、ほらね。うん、で、これ、ジャパニーズで、で、決定ボタンがここ、下ね。はい、決定でします。そしたら、はい、日本語になりました。こうしてね、まあ、液晶がこれぐらいかな、ほら斜めにすると、おいしょ、こんな感じ、おいしょ、ほらこんな感じ、まあ、なるべく正面でね見ましょうってタイプだね、これはね。じゃあもうちょっとね、おいしょ、おじいが見えなくなっちゃうから、これぐらいの角度にしようかな。はい、ピントの方はどう、合ってる、これでね、おお、よいしょと。はい、ピントがね、もうちょっとこれぐらいかな。はい、じゃあね、おじいね、真っ先にね、何やりたいかっていうと、昨日ね、ひかりさんがね、おいしょ、ちょっとねできなかった、ここのね、まあゲームをやってみたいんだけどもね、まあでも一通りちょっとこうやって見てみようね。で、これはね、トグル操作になってるの、ほら、ずっとね。うん、まあ、基本的に、MP3 プレイヤーなので、こうやって音楽を聴くことができます。ね。そしてね、操作をこう下にするとね、はい、ここでね、動画を見ることができます。はい、これでね、録音することができます。音声ね。全方向だったよね。で、これでね、音声モード、これ音声モード、あ、これなんか再生するのかな？音声モードってこれとどう違うのかな？録音で再生ってことかな？ミュージックプレイヤーの方では再生できないってことかな？うん、これは何のマークだろうね？これカメラかな？これ何のマークだろう？はい、これ何だろうね？FM ラジオか。FM か。ってことは、これは、右左で、あれかな。107。ああ、いいじゃん。うん、ここら辺、どれくらいで入るんだ？あ、普通の FM にしてみようかんじゃん。ここで入るはず。で、音量が、あ、そうか、
ちょっと待って、これね、画面が見えやすいようにね、明かりを全部消してあるので画面はちょっと暗いと思います。よいしょ、はい、これでね音が聞こえるかどうか。あ、聞こえる聞こえる、あ、聞こえる聞こえる。ちょっとボリューム上げてみよう。うわーすごい音聞こえる。うわーまだ大きくなるの？今ボリューム40。うわー大きい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 、すっげえ大きくなる。 おじい耳遠いけどこれぐらいでいいな。じゃあちょっともう一個ね、もう一個、これはオートになるのかな。あ、自動で自動でな、長く押すと勝手にサーチしてくれるみたいね。うん、あ、違うね。あ、そうだ、止まった。はあ、こんなチャンネルあったんだ。うん、聞こえる聞こえる。でね、うん、あ、ちょっと待ってよ、これこれここまで、ちょっと待ってよ、 79.2 にいかないかな。あー、静岡の K-MIX が聞こえない。K-MIX が聞こえない。そっか、低い周波数が聞けないから、うん、普通のやつしか聞けないね、うん、はい、まあそんなわけでね、これは分かった。それで戻るボタンがここだったよね。はい、戻りました。まあ操作はこれ一発で分かるね。でこれを下にして、うん、で画像を見る、うん、でマイブックでファイルね、中に何があるかなって。じゃこれちょっと決定してみましょう。ファイルは何があるのかなっていうね、どこに、よいしょっと、うん、なんかディレクトリーって書いてあるけど、ちょっと明かりの問題でね、肉眼ではすっごくしっかりと見えてるんだけど、これカメラからカメラ映すのってちょっと大変だね、これね。どうしたらカメラに映るかな。やっぱこう角度だね、やっぱね、うん、で、あとこのロジクールのオートフォーカスが効かないので、ちょっとそこでが困っちゃうね。よ、肉眼だと全然見えるんだけどな、カメラだとちょっと大変だね、これね。見える？ディレクトリーってこうしてね、うん、でこんな感じで、これはね、パソコンで接続してみると、これがルートが出てきて、で JPG の映像がね3枚入ってて、マニュアルも入ってる、紙のマニュアルも入ってるんだけど、それがそのまんまね、PDF で中に入ってます。で、あとはこの、フォルダの中には Windows 用の変換ツールが入ってました。インストールして使うやつね。映像なんかをこれ用に変換してくれるやつがありました。これはね。まあ、これはまた詳しいことをね、また説明するけどね。ふむふむ。こういう感じでね、ファイラーにもなりますよってことだね。はい、じゃあ戻りましょう。よいしょ。でね、じゃあゲームをちょっとやりたいんだね。光さんがね、遊べなかったやつね。これ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 。で、これで決定ボタンを押してと。でね、この食いしん坊なんとかってやつね。これね、これ絶対ね、ヘビにね、パックマンみたいに餌食わせるやつだと思うんだよ。ちょっと決定ボタンを押してね。で、これでスタートだね。で、決定ボタンは下だから、これを決定ボタンは下にしよう。うん。で、これね、こう、ほら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 。で、左、ほらほら。で、下、ああ、ちょっと遅かったか。こうやってね、左、右、上、下なんだよね。で、ここでコントロールするんだよ。ボタンだからさ、ちょっと慣れないとあれかもしれないけど、
おじいはこれすぐ分かったんだよ。でこれでタイミングよく上でほら餌食った。おっしゃ今度次はねタイミングよく右よし。そしたら下に行ってタイミングよく左だな。よっこだ。一個ずれた。ああ一個ずれてる。よし。ちょ待てよ。ちょ待てよ。よっこだ。よっ左。よし取った。で上。で右よっ。よし。そしたら下。ああちょー。よしちょっと。ああうまくいかない。よし。よしった。次はしたら。よいしょー。あ一個ずれちゃうな。くそー。ぴょっ。ああ今度ここで上だ。ああちょ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 上。あ今なんでもいかない。よっ。でこれだと下。あ下かー。下で。左よしタイミングゲームだからねこれね。で左は一個だ。ああ一個ずれた。いやああしちゃった。ああカメラ、ああカメラがカメラを落とした。カメラをね、はいカメラえらいこった。よいしょ。これね今ねすごい状態でやってたのよね。はい、まあいいや。そんな感じでね、オートフォーカスをオンにしてね、カメラを固定するためにね、やったけど、おじいヘッドホン耳につけてたの忘れてた。これね、カメラ固定するためにこれをこう立てて、でこれをね、重りにして、でカメラをここの間に挟んで、こう下に向けて、でこれを上にこう重しをしてたからね。一気に倒れちゃったね、はい、よいしょ。まあ夢中になるとね気をつけようねはい、そんなわけでね、まあなんとなく操作自体はわかるねこれね、これね面白いな。でまあ一応これで終了ボタンを押してと、まあ、食いしん坊なんとかとかね、あとこれなんだろう、ブロック、あこれテトリスだね。でこの上がねボックスマンって書いてあるね。ボックスマン、オートフォーカス合わないけどね、ロジクールだからね。それでねちょっとこのゲーム、ボックスマンってなんだ、スタート、あ倉庫版か。これどうやって遊ぶんだよこれ。うわー倉庫版だよこれちょっとカメラ固定できないから今もう動いちゃってるからね。ちょっと片手だとちょっと今フォーカス合わせらんないな。ロジクールだから。うわーこれねどうやって押すんだ。例えば左に向けて、あ押すだけか、一発押すだけだこれね。じゃあおじい倉庫版、そうだね、ちょっと待てよ。倉庫版出始め世代だからね、もうちょっとおじい、これはねちょっと皆さんに、ちょっと見せたいよこれはね、はい、じゃあねこの赤いのね、よいしょ、よしピロリン押したら次左に行ってこれを上に持ってくんだね。いくよ、よいしょよいしょ、ピロリン押したら下に行ってで右に行ってピロリンで左に行ってで下下、はい一面クリア、テレレンレンテレレンレン。そしたらうわこれめんどくせえやつだか、これ一回下に持ってくんのかな、多分こうだよね。それでこっちに来て下下左左上で右に行ってで下に行って右に行ってで上に押し上げてと、で左に行って上に行ってで右右右に行って下に行って右に行って上上とね、これだよね。よいしょ、こんな面もあったな、そういえばね。よいしょ、どっちから先かな。よいしょ、まあ、最初はねそんなに難しい面はないからね。よいしょ、これ一発勝負のところがいいんだよねこれね。よいしょと、
よいしょっと、ぴょぴょぴょ。あれかな、ひかりさんは倉庫版とか知ってんのかな。知らないよね、ゲーム嫌いだもんね。よいしょ。もうこんなゲームやって誰得すんのみたいな。そんな感じでしょ。で、やってらんねえよーみたいなさ、ぴょぴょぴょ。よいしょっと、あ、無駄な動きしちゃったね、これね、今ね。何歩で行くかとか、なんかね、最短でとかあるよね、確かね。これはないのかな、何歩でっていうのは出てないから、まあ、これはゲームオーバーにならなければ OK なんだね、行き詰まんなかったらね。1個余分にポチッと押しちゃうとさ、うわーっつってなるんだよね、このゲームね。よいしょ。おいしいなんてことないね。よいしょ。で、ぴょぴょぴょ。操作自体はね、左右上下でね、これでなんとかなっちゃうね。大体ね、これ逆だと困るんだよ。ゲーセンでさ、こっち側がジョイスティックでさ、こっち側がボタンじゃん。ね、これがね、昔逆のやつだったんだね、よくね。逆だと困っちゃうんだね。さあ、3面。これはまたね、ちょっとめんどくせえけど、これはさ、ちょっと待って、これちょっとゲームやってるとキリがねえから、ね。はい、じゃあこのゲームは一回ね、ここで終了しましょう。これがね、これが戻るボタンだからね。はい、戻って、んで、下にして、で、これ下が決定ボタンだからね。終了と。だいたいゲームの内容がね、分かりました。で、またこのメニューに戻るっていうね。これはなかなかね、面白いね、本当ね。まあこれモニターだと、あ、今はなかなか映るね。やっぱ電気があるとないで、おじい、綺麗に映るように、さっき電気消してたんだよね。で、やっぱ電気をこう反射させると、肉眼で見るのと、肉眼ではね、まだしっかり見えてるけどね、これぐらいから薄くなってきて、ここで、あ、画面消えちゃった。まだ見えてる、これでね。だから画面の平面な画面で見るのよりは、肉眼で見た方がね、もうちょっとこう視野は広いけどね、まあ横はこんなもんだな。で、立ってまだ見える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 。あ、まあそうだね、似たか寄ったかだね。こんな感じです、大体ね。でもいいよね、音楽プレイヤーでさ、なんかちょっとこう待ってる時にね、ゲームが3種類あると、単純なゲームだけどもさ、面白いよね、これできるとね。はい、そんなわけでね、動作検証編ということで、今回はお送りしました。ちょっとオートフォーカスにしようね。で、ここが電源になってるので、まあ自動的に電源は切れるけど、このまんまオートで画面がオフになってからバックにしまっておくと、こうやって触った時にね、画面がついちゃうので、なので、必ずここをね、切りましょう。で、おじい、気になってるのがね、このロックボタンってあるんだけど、このロックをすることによって、これ画面がオフに、ああ、逆だね、やっぱりね。画面がオフになんねえのかなと思ったけど、どうなんだろう。今、ロックボタンを押しました。これで、画面がオフになることないのかな。ちょっとその実験をやってみよう。ね、何も触らないでいて、あ、やっぱ画面ロックしてるのかな。画面切れないね。あ、切れた。違うね。ってことはロックボタンを押すと、これを押しても熱くね。そういうことか。画面ロックボタンっていうのは人にやらせられないってことね。そっか。電源入れっぱなしで、あれなんだね。これさっきのゲームの最高得点はこれ記録できてんのかな？ちょっとね、気になるところだね。あ、そうか。ロック解除。よいしょ。はい、ロックをね、解除しよう。ちゃんといちいちアニメーションになるんだね、これね。じゃあゲームで決定して、で、倉庫版。で、これ下でマップも選べんの？で、スタートをして、これマップ3だよね。これ一回電、ちょっと待って、一回電源切ったらクリアされちゃうのかな。よいしょ。
はい、じゃあもう一回ね、電源を入れてみましょう。これでオートシェーブになってるのかなってないのか、それによってね、この倉庫版やる気が変わってくるよねよいしょ、ゲームで決定して、で倉庫版を決めて、でスタートにして、あ、記憶してる、マップさんだ、記憶してる、なるほど。じゃあちょっと1個戻って、でこれマップっていうのは、クリアした画面だったら選べるって意味かな。あ、あれ5とか6とか、あれ選べちゃうの、あれあれあれ、あ、そうなの、あれ17面まであるってことね、これね。ロジクール、オートフォーカス、来い。よし。じゃあ17面選んだらどうなんの？え、17面選べんの？あ、17面が選べた。そうなの？で、17面をまで、クリアしたら、次のステージが滑るのかな、それともこれで終わりなのかな、どうなんだろうね、ゲーム、うん、追加でゲームも入れられたら面白いんだけどね、うん、はい、まあそんな感じでね、ステージを選べるということが分かりました、とりあえずね、うん、そうなんだね、そっか、そうすると、ちょっとね、このブロック、じゃあちょっとこれテトリスね。どっちが押すと、あれ、こ、上を押すと止まるの？あ、そっか。ちょっと待って、どれが書いて、あ、ちょっと待って、書いて、あ、これ、あ、これか。このボタンか。で、ちょっと待って。右回転なの？ちょっと待って、おじ、左回転じゃないとダメなんだけど。あ、ちょっと待って、おじ、左回転の人なんだけど。ちょ待ってよ。やだ。おじ、左回転じゃないとやだ。これ、下を押すとストーンっていくのかな、ストーンっていっちゃうのね。これ、右回転だ。やだなー、やだね。たら、やだねー。おー、これどうする、ちょっとこんな感じで。うわ、ちょっといやらしいなー、これ。よいしょ、ああ、案内しちゃった。ビュー。わ、いやらしいな。あ、ここに置いたらもうあれだから、よいしょ。右回転かよ、うん。よいしょ。あ、ちょ。で、よいしょ。もう一回、よいしょ、口。ああ、押し込めなかった。うひょー、押し込めなかったよ。しょうがないね。あ、お、ちょ、待って。焦る。右回転だもんな。お、これもこじゃないとやばいじゃん。で、棒がやっと来たか。棒が来たから棒を下に落として。うん。よいしょ。で、よいしょ。いやらしい。色が変わっても、形がこれしか出てこねえの。よいしょ。ピュー。よいしょ、ピュー、あー、それ出てくるのちょっとあれだったんでしょう。じゃあ、どうする、こっち側で、よいしょっと、で、あー、もうここでも、これここに入れちゃうとなんかダメなような気がする。あ、ワンラインも消せねえじゃん。よいしょ、やべえなー。よいしょ、ちょっとテトリスうまく決めたいとこだね、これはね。よいしょっと、ピュー、よいしょっと、ちょっとこれはね、よいしょ、ピュー、よいしょ、あおー、よいしょっと、うん、操作はね、何でこれ、なんでここでこれ出んの、いやー、いやらしいなこれ、パターンがね。ちょっと困って、あれ、ちょっとこれ困るパターンじゃないの、もしかしたら。長いのね。よいしょ。ここに入れて、
で、ちょっと困るパターンだね、これね。で、もう2回、よいしょっと。まあ、右回転になれればね、こうか、よいしょ。で、これやばいパターンかもしれないな。よいしょっと。で、こっちに持ってきて、シューッと。そしたら今度こっちだね。よいしょ。よし、おじエンジンかかってきたよ。バッテリー切れた。バッテリー切れた。そっか。ちょっとしか充電してなかったからな。うわー、バッテリー切れちゃった。いいところでバッテリー切れちゃったよ。これからって時にバッテリー切れちゃったよ。もう、どんだけ。はい。そんなわけでね。起動チェックというかね、こんな感じのプレイヤーだよってことがね、伝わったでしょうか。ね、またいろんな機能をね、個別に紹介したいと思います。どうもありがとうございました。ぴよぴよー。